こんにちは。こんにちは。帝国となりました。講習を始めたいと思います。その前に、斉藤先生の教頭に向かって、はい、礼。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは。オンライン講習、総本部の初めての講習です。今年1年皆さんとご一緒に講習をやることができませんでしたが、ようやくここまで、総本部で皆さんこんにちは。今日は、日医会オンライン特別講習に、お越しいただきましてありがとうございます。東京は今日はもう本当に雲一つない、青空です。皆さんの方はいかがでしょうか。ここのところちょっとコロナの感染者数も増えていて、まあ、今回もここに東京にみんな運営員 の教育指導部員が集まって何かすることをどうなのかなって悩んだんですが、やはりもう今年はコロナで全然皆さんにこの総本部から情報発信することが何一つできずにいる中、今日までみんなで準備を進めてきたので、とにかく私たちが感染予防をきちっとした状態でここに集まり、それぞれの地でこの今日の日を楽しみにしてくださっていた会員の皆さんに何とかしてオンライン講習をお届けしたいと思って、今日の日を参加したいです。そうなんですけど、初めてのお客さんっていうのは自分にとっては自分はその会員のど素人の状態だと思っていつも取り組んでいきます。なので、こういう目的でカットしたものがどうこのモデルさんで出てくるか、お客さんで出てくるかっていうのを、まあ、やっぱりしっかりと見ながら次へ次へとつなげていって、2回目3回目4回目とカットが上手に、その人のカットが上手にできるようにっていうのを目指して、すべて。コロナの前から僕は手袋しながらカットからすごく痩せるんですけども、まあ、衛生的に整地できるのとともに、手を洗うときに手袋のままあった方が爪の間とかそのシワの間とかの汚れがしっかりこう取れるような感じの感じなので、手袋のままだと清潔的にだと考えますね。で最小の皮膚に対する負荷をできるだけ皮膚に与えないで、表面の産毛をですね2回剃りできっちり取っていきます。最近替え歯もものすごく進化していいと思うんですけど、レーザーの場合は自分で切れ味調整して歯の切れ味をキープしながら使い分けを私はここの先ほども言ったんですけども、ここのラインを残すことで骨格がここの下よりも上にひげを残すことで骨格のバランスが後部に前より前毛ともみ上げと、それぞれのパーツパーツの際をですね、意識してシェーディングしました。あとは従来に短めの処理デジタルを40分の中でまとめてみました。ちょっとご説明をお願いします。実はですね、モデルさん次のカットのために毎日話してまして、見事に落ちてます。それとまあそのためなんですけど、こうやってスタンドシャンプーするにはちょっと長いんですよね。長いのと、まあ、毛の量もあるんでちょっと飛ぶ時なんかも苦労しました。はい、ソニックシャンプーじゃなくて、これはマジックなんです。ちょっとびっくりしましたけど、はい、はい、やっぱり髪が長いのも長い講師のためで、はい、よろしくお願いします。ちょっとついてアドバイス。ですね、今やってるところを頑張ってるのは結構大変なんで、その前の状態にもこの。ここの部分で大半を流してしまった方が、
先ほどちょっとビフォーで幸子さんの髪、まあ、見た方は、うん、カラーしててカラーダメージとかがあるってことはちょっと分かると思うんですが、まあ、それに適したタイプの今日は、オレンジコスメさんのカフネスシャンプートリートメントを使っています。でこれはシャンプーとトリートメントの形状をしているんですが、集中ケアができるタイプのシャンプートリートメントですね。お客さんのお家でなんで、まあ、そのタイプを使って今日やった方が刈り腰とかも出るしツヤ感だったりとか髪の滑らかさ出てくるので使っていきます。スタンドシャンプーが、まあ、今お客さんの方知るかもしれないんですけども、最近の床屋さんではでもリアシャンプーなども、取り入れるお店がだいぶ増えてると思うんですけども、まあリアシャンプーの、いい面っていうのは、まあ、お客さん自体が水が刺さらない、顔に水が刺さらないということですね。まあ、女性なんかは化粧しているので、もちろん刺さらない方がいいわけなんですけども、男性なんかでも最近はカラーをするときにカラーの水が顔にかかるのを嫌がるお客さんもいますので、そういうあとまあよくお客さんとかでも頭触ると私変な頭ですかねとかって言われる場合もあるんで、まあ、その辺はねこう気をつけながら触って確認しますよとか最初の初めての人にはちょっと言ってあげた方がいいかもしれないですね。じゃあ行きますよ。これがこの G がどれぐらい下を押すことによってあとここを締めていけばいいかっていうのをこれからやっていくんで、あとこれ今まだ一発目しか切ってないんでまだ上に立体的な G が上がってないんですね。それをもう一周、こっちからとこっちからと切って、上の下からの G を上の方に上の方につなげていきます。でこれ一発で終わってある程度作っちゃってもいいんですけど、それは丸みが柔らかくなってるのが分かりますかね。ちょっといいですか。さっきもうちょっとここに重い線でガツンといってたのが今わずかここちょっと切っただけでもこのぐらい変わっちゃうんで、でこれちょっと短い髪ばっかり触ってると分かんないんですけど、長い髪ってどこででも切れちゃうような感じでどこへでもどんどん動いていっちゃうんですね。なので本当にわずかなズレ、ここでここでズバッと切ったズレが下に落っこった時って大きくずれるんですよ。なんでそういうのを意識しながら切っていくとミスりにくいですかね。カントリーとかアクティブとかあって、この辺にマニッシュがあって、これあるんですけど、このカントリーの逆側に、都会的な消失系統とかそういうのがあるんですけど、どちらかというとそっちのイメージ、右下の時計でいうと5時頃のイメージを作りました。だからカントリーっぽさじゃなくてどっちかっていうとこれからちょっとスーツ着てきた。もう少しお待ちくださいませ。今のうちに質問のある方は、ちょっと用意をしていただきたいと思います。解除ミュート解除してまたスペース、スペースキーを押しながら喋るということなので、どなたも意見ございますか。ご意見、山原、山原さんとかどうですか、四国の。これといった質問とはちょっと今思い浮かべなかったんですけども、こういったコロナ禍の時代、こういった研修会というか、講習会で行って本当に良かったと思います。これがですね、今回のシェービングカットいろいろありましたけども、もっともっと細分化して、もっとみんなに共有して広がっていけばいいなと思っております。とても分かりやすい、講習だと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ということに対して、どういうふうにしたら皆さんに見ていただけるようになるか。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。今日は私めったにモデルになることはないので、本当にモデルとしてのんびりと皆さんが
バタバタと準備をしている中、やってる中、のんびりさせていただきました。まあ、いろいろと一回やってみて、課題はたくさんあったと思いますし、思うように、あ、リハーサルではできたのに本番になるとできないこともありますし、やっぱりまだまだこの、オンライン講習っていうものに私たち自身が慣れていないので、課題はたくさん見つかったんですが、でも逆に最後に松野先生にも言っていただいたように、こうやって、まあ、動いてるその総本部が、日医会として総本部が何かこうみんなと一緒に勉強していきたい、もっともっと技術研さんやっていきたいっていう、そういう思いを既に持っている、そうやってこう前へ前へ進もうとしているっていう、その気持ちは皆さんに伝わったんではないかなというふうに思っています。これからまた本来はここに皆さんに来ていただいてとか、総本部からまたそれぞれの地方の講習に講師が行って皆さんと一緒に勉強するっていうのが理想ではありますが、なかなかそこまでいつそういうことができるかわからないのですが、まあ、こういった回を重ねてより良いものをまた皆さんにお届けできたらというふうに思っておりますので、今後ともご協力よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。まあ、もうこういう状況でやらせていただいた中では、まあまあ良かったんではないかと思いますし、まあ、我々としても、まあ、本当にやれるかやらないかぐらいのそういう時はまで話が行った時もありましたし、まあ、無事こうやって開催できて、無事終わったことが何よりだと思いますので、次につながると思いますので、まあ、今回参加した皆さんと、まあ、周りの同じ会の方をまたお誘いいただきまして、次回やる時にももっと大勢の方に参加していただいてやりたいと思います。こちらの方もいろいろね、最後バタバタしてしまって不適合が多かったんですけど、こちらの方も一応精進してより良い講習をやっていきたいと思います。では本日はこれで、終わらせていただきます。どうもありがとうございました。